いつも空天日記をご覧いただきありがとうございます。今回、空くんが襲われた件についてご心配のコメントをたくさんいただき、本当にありがとうございます。この度、皆様にご報告があります。空くんを襲ったワンちゃんの飼い主さんと直接お話しすることができました。襲われた後の空くんの状況をお話しさせていただきました。今後どんな場所でもノーリードでのお散歩はやめてほしいとお伝えさせていただき、相手の方もご理解、ご納得していただけたように思っています。皆様からの多くのご心配と多くのエールのコメントをいただき、とても力になりました。まだまだ未熟な飼い主ですが、今後も空天兄弟をどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。この度、皆様にご報告があります。